昨日のじゃがいもと白菜とキノコの残り物をこう入れてカレーにしたんですけど、美味しいです。美味しかった。よし、それじゃあありますかね。よいしょ。なんかちょっと眠くなってきたな。ちょっと横になりますか。え、もうこんな時間っていうのが昨日だったんですね。昨日9時に起きて仕事こうやってたんですけど、途中眠くなって10時ぐらいですかね、ちょっと仮眠しようと思って仮眠したら起きたのが2時っていう、と思って、やりたいこととかこうやっていっぱい書いてたんですけど、ただ全然進んでなくて、わーっていうすごい罪悪感でしたね。でどうしようかなっていう、こうネットで解決策とかなんかいい方法ないかなって調べてた時に、そのこの部屋になんか原因があるんじゃないかなっていうふうに思ったんです。でどういうことかっていうと、もう見慣れた風景、見慣れた光景しかないので、まあ C っていうならこのパキラちゃんがあちょっと成長したなっていうぐらいですけど、なんかそれ以外はなんかほとんどもう変わらない、変わり映えのない部屋なんですね。寝すぎたーってなって、こうまた仕事再開したにもかかわらず、なんかそのぼーっとしてきて、結局 YouTube とかそのネットリックスで刺激を求めちゃったりとかですね、なんかあこれまずいなと、全然その仕事になってないなと。そのコンサルだったり YouTube 撮影だったり他の仕事だったりっていうのはもうあのピンポイントでやるべきことはできてるんですけど、ただその本を読んだりとか知識をつけようとかその勉強しようっていうことになると、途端にもう眠くなったりだるくなったりして、なんかそのダラダラってしちゃうんですよね。で結局進まないっていう感じなんです。なのでこのじゃあ場所を変えてみようということで、まあ、ちょっと考えたんですね。でそのネットを調べても、その場所を変えてあえてそのホテルに、近場のビジネスホテルとかで泊まって、でそこでこうシャーって仕事をするっていう人がいるそうです。なので僕もそのやりたいことをちゃんと書いたんで、それをもうガッと集中して終わらせるために、前に進めるために、僕もちょっと近場のビジネスホテル、に行って、そう集中したいと思います。はい、まあドラゴンボールって言ったら精神と時の部屋みたいな感じですね。中学校だったり高校だったり大学の時にその部活動ってあると思うんですけど、その部活の合宿みたいな、もうそれ練習するためだけに環境を変えてそれに集中するっていうことを、まあ僕もですね、やってみようかなというふうに思います。まあ近くのホテルに行って、集中する、仕事に集中する、やりたいことに集中するってことをやりたいと思います。はいはい、ということで行ってきます。いやー、ちょっと遠出するだけでもワクワクしますね。まあ、この調子でこう世界中でオフ会することに向けて頑張りたいと思います。はい、今回も唯一 Wi-Fi が早いこの東横インスタに来ましたね。あの料金もやっぱ会員割引になるとすごい安いので、はい、おすすめです。はい、じゃあこんな感じでとりあえずこう余計なものはしまっちゃってと、この部屋出るときちゃんと元に戻すのでご安心。はい、この部屋出るとき元に戻しますんでご安心ください。よっからちょっと、はい、で今回ですね、これが読めずに溜まってたものです。はい、あのミニマリズムを楽しむ僕としてはあるまじき量ですよね、この本は。いろんな方からおすすめしてもらったり、これいいよって思ったり、自分が本屋でピンときたものをこう買ってってるわけなんですけど、溜まっちゃいましたこれはちょっとひどいですね。そうなので今回今日と明日でこの本たちっていうのを一気にこう吸収していこうというふうに思ってます。はい、でそれをもとに今度の計画、今後の計画を立てていくみたいな感じもちょっとやりたいですね。図書館で読めばいいじゃないですかっていうふうに思われると思うんですけど、その図書館で読むのもいいんですけど、やっぱこう仕事もしたりするので、読むだけじゃなくて他のこともやりたかったりするんで、そうなった時にはこうやってあのがっちり集中して合宿した方がいいのかなと思って、今回こうやって来てみました。あとちょっと今回気になったんですけど、そのおすすめしてもらったり、これいいよっていうものを見て、ああ買おうと思ってこう Amazon で調べるんですよ。まずは Kindle で読めないかなっていうのを調べるわけなんですけど、
今回8冊おすすめをしてもらったんです。って言ってもこう2週間ぐらいで8冊紹介してもらったんですけど、その8冊紹介してもらった中で Kindle でダウンロードできるものが0件でした。はい、1個も Kindle ないじゃん Kindle ないじゃんって言って買ってたらこうなったっていう感じなんですね。なのでなんか自炊するっていうアイディアもあると思うんですけど、それだとちょっと手間がかかっちゃって、それは僕やりたくないので、なのでどうしたらいいですかね。紙は紙で今はその仕方ないって感じですかね。はい、ということで今もう6時ですね。なんだかんだ6時になってしまったので、はい、ガシガシ仕事とか読書とかやっていきたいと思います。そう、この嵐だったら結構結構してんじゃないかなっていうふうに思いますけども、はい、ありがとうございます。で、早速始めていくんですけど、はい、20件、はい、で、はい、ということで、もうすっかり暗くなってしまいましたね。今時間で言ったら8時45分なので、次のライブ配信を準備したいと思います。ありがとうございます。あれ、画面がちょっと出てないです。少々お待ちください。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、ということでズーム実践会が終わりましたね。じゃああと10分ぐらいで、メインチャンネルの方のライブ配信始まるんで、お手洗い行ってきます。はい、と行ってきました。いや、でもあれですね、動画ライブ配信やったりするとどうしても仕事道具がこうわちゃーっとなってしまいますね。まあでもこれは本当に必要なものですし、使っててワクワクするんで OK とします。今まではいい音でお届けしようということでこれ使ってたんですけども、今回さらにいい絵でもお届けしようと思ってこういう装備をちょっと追加してみました。あれ、ライブ配信、あれ、電波が前回やっぱ東横インさんすごい良かったんですよね、あの電波が。なのでライブ配信快適にできたんですけど、今回ですねちょっとダメでしたね。やっぱり身軽になるためには依存しちゃダメですね。やっぱ Wi-Fi ルーターは必要かなっていう感じがしますんで、あの契約したいと思います。さあ、気分転換も大事ですね。それになんかもう今の課題が明確になったんで良かったと思います。ありました。相変わらず日本人がいないんですよね。いやー、でも本当中国の方としかいなかったですね。まあでも買ってきたんで良かったです。あ、もう0時超えましたね。あんまりでも進んでないんですけど、でも昨日全然できなかった分めちゃくちゃ今回進んだって感じですね。やっぱり集中できる環境ってめちゃくちゃ大事ですね。気持ちいい。幸せです。あれからまたメントレをやってたら2時になりましたので寝ます。ではでは、おやすみなさい。おはようございます。はい、今朝の6時45分です。はい、おはようございます。まあ眠いっちゃ眠いんですけど、でもやっぱ合宿してるぞっていう感じがあるので、今までの家にいたら多分僕は寝てると思います。でもなんかやっぱいつもと違う環境にいると、よし起きようっつってあの気になりますね。よし、顔も洗ってスッキリしましたんで朝食行きましょう。よいしょ。炊き込みご飯と、サラダと、ソーセージと卵ですね。いただきます。美味しいです。あのちゃんと味がないっていうか素朴な味がして美味しいです。よいしょっと、食べてきました。美味しかったです。じゃあ今から今7時半なんですけど、早速仕事を始めていきたいと思います。よし、とりあえず一旦コンサル生産に連絡を返しましたと。はい、今8時半ですね。で、やっぱりこうここにいるとすごい集中できます。本当にもううわーって集中できますね。というわけでやってみたんですけど、めちゃくちゃいいと思います。まあもちろんこれを毎日続けてしまうと破産してしまうんで、あのこれは毎日できないですけども、たまにこう思いっきり集中するためにそのホテルだったり漫画喫茶に行って目の前にあることを集中したりゆっくり考えたりっていう
ことはめちゃくちゃいいと思います。もう大人にも合宿は必要なんだなっていうふうに思いました。うん、まあ今回ちょっと1泊2日でしたけども、これが2泊3日になったらまあどうなるのかなっていうのをまたちょっとチャレンジしてみたいなというふうに思います。一気に集中してドーンってやりたいなって思っている方はですね、ぜひこんな感じで、その漫画喫茶でもいいですし、ホテルでもいいですし、集中できる環境の場所に身を置いて、もう環境を変えてやってみてほしいなというふうに思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。単純に僕が旅行が好きっていうのもあると思うんですよ。ちょっと遠出をするだけで僕はテンションが上がるので、そのテンションが上がった状態でワクワクしながら仕事ができるっていう、楽しく仕事ができるっていうのがあると思うので、どういう環境にしたら自分がワクワクするのかっていうのも考えてみたらいいんじゃないかなというふうに思いました。